き続き現地で何が起こっているのかと、被災者の方がどういうふうに生活を再建しようと考えて活動していらっしゃるのかといったところに、引き続き皆さん関心を持ってですね、この震災のことを忘れないというところがとても大事なことじゃないかなというふうに思います。